オラフ君、はい、こういう時こそ、はい、切り抜きトークだよ、切り抜きトーク。ああ、なるほど、なるほど。切り抜いてもらおう、トーク。はいはいはい、最近、カズさん、このエンド要塞向かう時、なんか切り抜き用のトークしていただいてますか？切り抜きトークだよね。切り抜きトーク。うん、なら、はい、オラフ君、はい、ドズルさんは今いないものとして、はい、次ドズル社に誰引き込んでくると思う？これ、これさ、なんか、はいはいはい、その今までそのなんだろう、はい、やっぱ、はい、才能のある育成枠をね、はいはいはい、引っ張ってきたっていう傾向あると思うんだよね。はいはいはい。大御所ってことですか、個人的に。要はね、野球で言うと分からんけど、広島カープとかなんか分からんけどさ、育て、あ、やべ、まあ、育成枠ってことですよね。うん、そう、育成枠をやってきて、別に巨人のような、ね、はいはいはい、そう、巨人のような、グリグリの、なんかついてくるんじゃねえのかっていう。はい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 。即戦力、即戦力ね。そうそう、即戦力、即戦力。もう、最初から数字と、なんかいろいろ実績もあって、ホームランバッターみたいな、なんかそういう感じたことない？感じたことない。そうだな。誰が出てくるんですかね。コウさんはいらっしゃいますか？そう、これの人。なんか名前じゃなくてもこういう人とか。ああ、こういう人。雰囲気？雰囲気。ね、なんか即戦力の入れ方で言うと分かりやすいのが、あのプロゲーマーのチームとかで上手い人ゴーン入れたりする人、まあ、たった一人けど、はい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 、そんなノリでなんか連れてくるんじゃねえのかなって。はいはいはい。スター選手。なるほどなるほど。どうさん、どうすか？僕いないものとしてじゃなかった。そうですね、まあでも、はい、魅力的な人がいればいいですけど、でもなかなかやっぱこう難しいですよね、本当に。こう難しいよ。パッとハマる人は、はい。うんうん、あ、はい。お願いしますか。その女の子。女は。女の子、ここで。ここでですか。ここで。あんまりでも女の子加入はないと思いますけどね。分かん、未来のことは分かんないですけど、加入するとしたら1人とかじゃなくて5人とかになっちゃうんですか？なんか別で、なんかエグザ途中のエグザイルみたいな感じで、イーガールズみたいな、なんかイーガールとかそんな感じじゃなかったですか？まあそのいい意味でも悪い意味でも今の5人はすごくバランスがいいので、確かにオラフ君が言うようにここからそうですね、うん、よりは2期生とかの方がしっくりくるかもしれないですよね。オラフ君こう喋ってたらさ、はいはいはい、迷子になったよね、今、うちら2人。多分こっちだと思うんですよ。どっち方向に進めばいいんですか、これ。今、1000の1000ぐらいにいます。1000の1000ですか。はい。